いやー、来たで来たで、ピザ。ピザがやってきました。それで今日はピザ晩酌や。ということで早速ピザ、バサッと開けて、うわー、ごっついぞこれ。このチーズ、すっげえ。見てくれるこのチーズ。もう、ボリボリ。チーズ山盛りやで。いやー、ほんま、うまそうやな。今日はね、なんでこのピザ頼んだんやったらね、ちょっと待ってや。これこれ。このチラシが入っとって。これで、これ何やねん言うたら、ウルトラチーズ。ウルトラチーズいうことで、ここに見てくれる、1キロ700グラム、500グラム。これで、250グラムっていうこれチーズの量選べんねん、これ。で、ちょっと私無茶してこれ1キロいったろうかな思うんだけど、ヨーヨー見たらね、サイズがね、L よりまたでっかい、なんていうのこれ。ニューヨーカーサイズやったやつやったから、L よりまだ大きいから、これ壊れへんわ思って、とりあえず今日は M のウルトラチーズの500グラム。それがこれでございます。つうことでもチーズ山盛り。今見てもうてに、見てこのチーズ。こんなんやからね、チーズが横にターっといってるっつうの、ほんま。ちょっと待って、その前にさっきビール行こう。ビール。プシュッと開けて。はい、今日もお疲れ様でございました。はい、皆様乾杯でございます。はい、乾杯。いやー、うまい。今日は寒い中頑張ってジョギングしてきたね。おいで、腹が減ってるとこ向いて。あー、このチーズ、チーズちょっと早速いっとこう。この500グラム持ってるから、この持ってくるときやるな。これちょっとこっち側にチーズ偏ってるな。ちょっと待って、チーズ持ってないから。ちょっといただきましょう。早速、これ何チーズですか？チーズの量を選んで、いうことで、これ、モッツァレラチーズ。モッツァレラチーズがアホほど乗っとります。ということで、ちょっと待ってや。うわぁ、ちょっと取れまへんで。ほれほれ見てこれ、トロトロ、いただきます。うん、まずチーズ。うん、私チーズ大好きやで、実は。うまっ。うん、のう、具材は何も乗ってへんみたいな。チーズが具材やな。のう、今届きたてのピザやねんけど、熱々、めちゃんこうまい。でまた耳が柔らかいねん。うん、うん、うまっ。久しぶりのピザやわ。ビール。この具材いっぱい乗ったピザもええやろけど、普通のね、こういうあのピザでこんなんもええけど、ほんまこれ見た瞬間、うわーチーズ食いたいとか思って、チーズアホほど乗って、ウルトラチーズ、これ期間限定メニュー、あ、期間限定って書いてあるわ。あの、なんせ250やろ、で500で 700g で 1kg あんねんけど、今日はこれ、あの 500g、 もうチーズばっかり 500g、 これだけで 1kg ところの倍やねんの、すげえな。で、チーズだけで飽きるかな思ったんで、これローストチキン頼みました。ローストチキンね、ローストチキン、私チキンも好きやから、これあれ、こんなこれ掴むやつあるやん、あの 手で掴むやつ、手で掴むっていうか、ちょっと待って、キッチンペーパー持ってきたかな。キッチンペーパーを、あれ、ちょっとまあ、取れへんの、こう、あ、こうやな、こっち向きで取ったら、で、ここでちょっとこの端っこつけて、こう持ったらいけまっか。で、ほら、これ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 、これ私好きやね。あの、よくクリスマスなんかあるやんか。私関係ないけどね、クリスマス。で、こういうの食べてなかったから食べとこう。いただきましょう、チキン。うん、ほんま、こってり。焼かれとって、この油も
適度に落ちてるから全然油っぽくないわ。うん、うまっ。うん、お口を拭いとかんとな。で、ベルベル。あ、で、チーズやねんけれどもね、見えてるか知らんけど久しぶりに登場、タバスコのお兄ちゃん、じゃんじゃーんいうことで、最近あのお父さんはちょっとしばらくご無沙汰やから、最近お兄ちゃんばっかり使ってんねん。お兄ちゃん頭と比べたらこんな格好でーすいうことで、タバスコな、タバスコはダーッとかけとこ。私ね、タバスコ好きやから、あの辛いの苦手な方はまねしたらダメやで、アホほどかけたらあかんよ、辛いよ。うん、なら行っとこうか。次ちょっとチーズ最初、うわこのタバスコの風味がたまらん。朝ビールいいや、ビールキャラッとビール入れて、ほんまね、あの結構私ほんま辛いの好きや言ってるやんか、で何回かコメントでもいただくんやけど、ほんまね辛いの好きで、何ていうの、タバスコが好きな人ってのほんまこのタバスコの風味が好きやねん。あの辛いとかじゃないねんな、もうこのタバスコの風味がめちゃくちゃええねん。ちょっと待ってや、うわーこれとろーっときた、ほれ見た、とろっときてます。いとこ、いただきます。うん、とろとろのチーズやわ。普通に頼んでこんだけチーズ乗れへんやろ。うん、うまい。うん、うまっ。うん、これはチーズでお腹いっぱいなんね。あーでもうまい。ここまで今までチーズ乗ってるやつなかったんじゃんかな。どうしてもちょっとさ、チーズダブルにしたりとかしょったやんか。でもこれダブルのところで騒ぎがないわ。めちゃめちゃあるわ。うん、うめえ。うまいな。うん、じゃんじゃんいけるわ。ピザ、ピザ久しぶりのピザでね、これはレギュラークラフトになってまして、あのピザ生地は選ばれへんかったわこれは。うん、うん、でもやっぱりチーズだけしかないから、あのだんだん飽きてくるのはな。これハーフ&ハーフとか何やろ、両分の1とか選ばれへんのかな。やっぱウルトラチーズっていう一つの商品名になってるな。ラブチーズとか書いてあるわ。うん、うまいな。ほんのこんだけのチーズあったら大満足やな。うん、ええ感じ、ええ感じ。ああ、和食とかでもそうやけど、ピザにもビールは合うな。うん、そこでビール取ってくる。そこでまたビールポシュッと取ってきて入れとこう。チャラッと入れる。今日はまだグラス変えたやろ、こっちの方がちょっとおしゃれかなと思って。で、ピザいっとこう。ピザ、ピザ、ピザ、わーピザな、わーチーズたっぷり、わーチーズほんま好きな人これええわ、わーチーズとろって、うん、まあまあたまらんな。うん、うまー。
うん、うまいな。で、このあタバスコ、タバスコ文字で書けとこ。タバスコ、乾いてくねんな、タバスコ。タバスコかかってるところ向いて、まだここにかけたろ。タラーっとこう。よし、これでやる。よし、とこ。うん、うまいな。ちょこちょこ僕も激辛とか食べるけど、タバスコぐらいやったらさ、先生あのまあタバスコでもまあそこまでヒリヒリはせえへんけど、普通の人でも辛いだけで口の中ヒリッとするぐらいか。でも激辛料理ってその口の中から飲み込んだ後胃が痙攣するやんか。あれが怖いよな。もう僕もなんか経験あんねん、痛いねあれ、胃がうわーってなってくるんやけど、でもあれがたまらんちゅうとたまらんねんけど、辛いのほんまうまいな。うん、これでも今日のピザほんまチーズ好きな人持ってこいやで、これ最高やわ。ただこの生地が選ばれへんかったレギュラークラフトしかなかったと思うわ。これ前にドミノピザさん頼んで、ちなみに今日ドミノピザね頼んで、やっとったらね、ミルフィーユかなんかやつあんねん、あれ食べた時うまかったん。あれだからまだ注文したかったけどな。うん、うまいな。あーうめで、チキンもいっとこう、チキン。うん、ええー、具合に焼けてるわ。ちゃんとな、口元拭いとかんとあかんやろ。これで見る。ああ、じゃんじゃん行こうか。じゃん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 。ああ、もう残り少なくなってきた。わあ、わあ、ピザ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 でございます。うまいな。だんだんこのぐらいになってきて、後半になってきたらやっぱりちょっとあのチーズが硬くなってくるな。でもこれレギュラークラフトをやるな、パン生地かな。うん、そうやな。このピザってだんだん後半になってきたらさ、冷めてくるやんか。冷めてきた時に硬くなってくるやん。これのないかなれへんのかな。なんか温めながらとか、また電子レンジでチンしたらへんかな。ほんま出来たて、出来たて食べたら持ってくる時間あるやんか。やっぱりそんな5分10分ぐらいあんねんから、そう考えたらほんまの向こうでピザのところで、ピザのところで何で、その何のドミノピザさんでピザが仕上がったところから食うたらめちゃんごまんじゃん。なんかそんな気するわ。うん、うまい。なるほどな、ウルトラチーズか。これ分かってました皆さん、チーズほんまウルトラ盛りやからね。ウルトラ盛りってチーズ爆盛り、こういうチーズ爆盛りのピザってそのお店、お店行った方あるんかね。僕はまあ最近そのピザのお店、最近というかもともとピザのお店そんな行けへんからな、あんまよく分からんけど、どうやろな、またそういうピザ巡りも一回やってみようかな。
うまい。うまいけど、やっぱりだんだん飾られてくるね。まあ、致し方ないといえば致し方ないんやけど、でもうまいな。久しぶりのドミノピザ堪能や。でもそう考えたら、あの今日もネットで注文したんやけど、ネットで注文したらさ、時間指定できんねん。なら、あのでっかいピザを、あのまあ大勢おったら、まあでっかいピザあった方がええか知らんけど、ボンと頼むのと、そうじゃなしに S サイズとか、この調味料みたいなレギュラーサイズとかを、そのなんていうの、あの人数要件おったら時間刻んで注文するのもありかもわからへんな。例えば20分おきに、例えば夜の10時で注文したら次10時20分に持ってきて、まあ10時30分だからね。そうやって時間差で届けてきてもった方が、でもそれやったら逆にお店の人が怒るわな。こいつほんま30分ごとに呼びやがってとか言われるから、それはあかんのかもしらんけど、いや今ふと思ったんよ。でかいピザを頼んで、そのみんなでつついであれで冷めるんやったら、小さいピザを何個か頼んだ方がええかなってふと思ったんやけどな。余裕がないとそうやな、持ってくる人が面倒くさいわな。一回で頼んだらボケー言われるわな。うん、まあまあ、うまいな。おいしい。ああ、もう何やかんやんけ。そんな晩酌っていう晩酌じゃないか。いや、どっちか言うたら、このピザを食べたかったから、あのチーズピザ、ウルトラチーズのピザを食べながら軽く飲んでみましたよ、手だよな。まあでも、ちょっとピザあんねんけど、ピザ、ちょっと待って、ピザ、もう最後のピザ。うん。うまい。で、これは、チーズだけだから、鶏。うん。ほんまあれやな。予想に反して、そんな脂っこくないから、食べやすいわ。もっと普通脂っこいかなと思うんだけど、ちゃんと油落とすまで焼いてはるやな。この丸かじりしとったら、なんじゃの、鳥さん食べてるよ感じすんね。うん、美味しいな。きれいに食べてあげんとね、もったいないからね。完食。うまい。やっぱ鶏もうまいな。でも今日この鶏こうしてからええけど、あのほんまにこれ絵で見たらさ、チーズしか乗ってなかったけど、ほんまにチーズしか乗ってないわ。だからあれやな、トッピングできるんかな。トッピングできるんやと思うねん。選べると思うよな。でも、今日頼んだのが、これが、レギュラーサイズの、チーズ 500g。ほんまでも、チーズ多いな。これ調子乗って、ほんま1キロ頼むから思って、1キロ頼むから思ったけど、ピザもそれなりにデカなるんやけども、これの、バイチーズ入ってるからな。これはさすがに食えんの。うん、
ってやっぱり食材を無理にしてあかんからな、ちょっと無茶な挑戦はやめよう思って、でこうなんか妥当な 500g にしてんけど、でもチーズの量的には大満足やわ。でやっぱりこれな、これで大きかったら食うのに時間かかるから、やっぱりより硬くなるから、やっぱりこれぐらいが一番ええわ。うん、あのどうしても後半になってきたらこのパンがな硬くなるねんな。うん、久しぶりでもこのレギュラー、え、クラフトやったっけ、食べたわ。やっぱりこのパン生地うまいな。ご飯もええけど結構僕パンも好きやからね、最近食パンブームやけどな。食パンはあんまり食べへんねんけど、なぜパンは結構好きやね。ああ言うてる間になんやかんや言うてる間にもう一気に食うてもうたけど、ほんま今日はどういう晩酌しようかなっていろいろ悩んどったんやけども、ほんま郵便ポストにこれが入っとって、このあのウルトラチーズ、これウルトラチーズ、多分ホームページとかに載ってると思うね。あ、なんせチーズしかなかった、チーズ爆盛りピザいう感じだな。そうで、まあ結果的にはこういう普通のピザを頼んでチーズ増量する方がええかもわからんけれども、ちょっと期間限定メニューということで、このウルトラチーズピザ、これがモッツァレラチーズの 100% ということで、これが今日 500g のあと 700g とか 1kg あるんやけどね、今日はこの 500g で晩酌していました。チーズもうまかったんやけど、久しぶりのピザ晩酌やったな。ピザの晩酌って最近やってなかったやろ、だから新鮮、めちゃめちゃうまい。たまにはやっぱりこういうデリバリー、あの宅配ピザね、宅配ピザのやつっていいよね。あの決して安くはないやん、まあクーポンとか使いや、みんな、僕もクーポン使ってなんぼかするからね、だいたい頼むために2割か3割ぐらいは負けてくれてるけど、あれクーポン使えへんけど結構高いからな。まあいろんなネットとかさ、そういうアプリとかそういうところでいろんなクーポンサイトがあったら、それ大概ドミノピザのクーポンあると思うんで、またそういうクーポン使ってこういう新作ピザ食べてみてはいかがでしょうか。ということでビール、いやーうまかった。ということで本日はドミノピザさんのウルトラチーズ、このチーズ爆盛り三昧ということでピザ晩酌やってみました。ということで、しょうもなかった方はごめんなさい、またちゃんと和食とか天ぷらとかね、焼肉もやるんで、ということでまた一人のということでまた一人のって下回ってんの、ということでまたね次回の一人晩酌もお楽しみ、ということで本日のピザ晩酌この辺でさよなら、バイバーイ。